バシーリー・アンドレイヴィチとロピーニン1857年5月16日は、ロシアのロマン主義画家。生涯の大半をノードとして過ごし、40歳を超えるまで自由を獲得できなかった。最も重要な3作は、アレクサンドル・プーシキンの肖像や、レースメーカー、ゴールドシートといった絵画。レースメイキング・ビューティー、1823のブゴロド県。 コルポボ村の伯爵ミュンニヒの農土として誕生した後、ミュンニヒの娘の持参罪の一部として伯爵モルコフに譲渡された。間もなく彼はペテルブルクにて、聖火業の商いを学ぶため発見された。トロピーニンは商いを学ぶよりも隠れて、帝国芸術アカデミーの無料の描画授業に通っていた。1799年、トロピーニンの農土主はトロピーニンが 専攻課程の学生として、アカデミーで勉強することを許可した。彼は、SS 資金より教えを受け、さらにアカデミーの学長、アレクサンドル・セルゲイエーヴィチ・ストロガノフから援助を受けた。1804年にトロピー人の作品、ボーイ・グリービング・フォー、エーデッド・バードが、アカデミーの展覧会で展示されたその時ロシアの広報から注目を浴びた。成功した夜明け、 モルコフ伯爵はトロピーニンをペテルブルクからウクライナの領地クパフカに呼び戻した。トロピーニンは下ン、菓子職人として任命された。すぐに所有者は心を変えてトロピーニンにヨーロッパやロシアの画家の絵画を複写させモルコフの肖像画を描かせた。さらにトロピーニンは地元の教会を描いた。トロピーニンはウクライナで約20年余りの生涯を過ごし、 この時代の作品の多くは、ウクライナの人々や、ウクライナ地方においてであった。ずっとトロピーニンは、作品の研究を続けていた。肖像画家として、すっかり定着した、彼はこう書いている。この頃で最も優れたな諸作品は、ポートレート・オブ・エアイ、トロピーニーナ、ザ・アーティスト・ワイフ、ポートレート・オブ・アルシニート・トロパニン、サン・オブ・ザ・アーティスト、 ポートレート・オブ・ザ・ライター・ヒストリアン・ N.M. カー・アム・ジーン。1823年、トロピーニンは47歳を最後に自由市民になり、モスクワに移住した。同年、彼は、ザ・レースメーカー、ザ・ベガー、ザ・ポートレート・オブ・アーティスト・スカート・ネコブといった絵画を帝国芸術アカデミーで発表し、画家の公式証明書を受け取った。トロピーニンは1824年に、 アカデミー会員に選出される。1833年以来、彼は後にモスクワ絵画彫刻建築学校になったモスクワにあるパブリックアートクラスで教鞭を取った。1843年、トロピーニンはモスクワ美術協会の名誉会員に選出される。彼は1857年に死没してバガンコボ墓地に葬られる。トロピーニンは生涯の間、 3000以上もの肖像画を描いた。1969年にモスクワでトロピーニン博物館が開館した。ありがとうございます。